はい、皆さん第2話ご覧いただきましたでしょうか。あけびちゃんのね、新しい学校生活が始まりましたが、めちゃめちゃキラキラしてましたよね。もうすごいよかった。もう本当なんかふと CM に入った時、ふとなんか正気に戻ると顔がすごい口角が上がっていたことに気づいて、なんか私は知らぬ間に笑顔になっていたんだなみたいに気づいちゃいましたよ。あ、そうね、眩しかったですよね。そうそうですね。まあ、こんばんは。ね、いっぱい可愛いキャラクター見れて今週は良かった。そうなんですよ、ついにクラスメートたちもね登場してきましたよ。ということで改めまして、あけび小道役の村上真夏でございます。テレビアニメあけびちゃんのセーラー服東京 MX 岡での第2話の放送が先ほど終了しましたが、皆さんもすでにねいろいろ YouTube ライブの方のコメントとか Twitter でもつぶやいていただいてますが、ハッシュタグあけびちゃんのセーラー服で Twitter など、そしてねこちらのチャット YouTube のチャットでもたくさん感想を聞かせてください。拾える時に拾っていきたいなと思います。ありがとうございます。給食シーン見たら中学生に戻りたくなった。私も懐かしかったですね。また Twitter では感想投稿キャンペーンも実施中です。テレビアニメあけびちゃんのセーラー服公式ツイッターアカウントをフォローの上、ハッシュタグあけびちゃんのセーラー服をつけて感想をご投稿いただいた方の中から抽選で10名様に、私村上真夏のサイン入りあけびちゃんプロマイドをプレゼントします。第2話は1月21日金曜日までの応募受付期間となります。皆さんのご感想をお待ちしています。そして今回は、今回はあけびちゃんがお父さんと楽しく会話をしている場面ですということで、めちゃめちゃ可愛いのですが、映りますかね。お、ちょっと皆さんのコメントでも拾いましょうか。じゃん。あ、そうそう。あ、あけびちゃん個人的にキトップで面白い、ありがとうございます。私のテンションが上げ上げなのは もちろん放送のね時、放送を見てすごいテンションが上がったからでございますよ。すごい、あ、そうね、佐藤パパのシーンめちゃめちゃ良かったですよね。また明日っていい言葉、そう今後出てくるので、ちょっとね皆さんもどんなまた明日が出てくるのかちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。ブロマイド欲しい、ブロマイド欲しい方はぜひこちらのねキャンペーン参加していただいてお願いします。こちら第2話なので他の話数もあるのでね、皆さん毎回言っていただいたかなと。はい、え、すいません勝手に話してましたが、映像ちょっとお待ちくださいずっと話してた。映像少々お待ちください皆さん。その間ちょっとコメントとかも拾いつつお話ししていきましょう。あ、そう、先週の1枚はセーラー服を着たシーン、今週はリップのシーンということで、来週の1枚が楽しみ。そう、多分1枚ってあのアニメの映像の中でちょっとタッチが変わったシーンかなと思うんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くて本当に引きつけられちゃう。それこそ髪の毛との塗り方とかが全部変わってて、めちゃめちゃ引きつけられちゃう。描写が本当にいい。第2話も感動しました。ありがとう。お父さんの声ええー、よねっていうことで、そういい、ほんとちょっと渋くてね、いい。ありゃもう小道ちゃんもちょっと緊張しちゃうよね、お話しするとき、うん、リップ音ありがとうございます。あれ私のリップ音です。あね、リップの一枚が綺麗でしたね。作画が神、そうみきちゃんの真似してって、ちょっとさすがにちょっとあのアニメでお楽しみいただいてください。お父さんイケメン、そうそうね、前回の1話では割とコミチケとエリカちゃんとか、まあ、とかがね喋っていたんですけど、今回クラスメートのね子も結構喋っていて、特に給食班の4人なんかは、友野ちゃん、エリカちゃん、トウコちゃんと小道なんかは結構喋ってたので、皆さんもね、あ、こういうクラスメートなんだって楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。あ、斉藤さんのツイート見つけちゃった
すごい、そう本当にとても素敵な曲で、もう嬉しい、もう私も早く聴きたいですありがとうございます。あー今週も良かった、ありがとう。あ見終わったのでミニライブ今来てくださってるんですかね、ありがとう。給食足りなくなるのあるある、そう何度もやっていた。なんか逆にでも私足りなくなる不安からめちゃめちゃ少なくよそってて最後めちゃめちゃ余らせちゃうこともありましたよね。やっぱりそうですよね。どっちかもう一度もうまくできたことない給食。でももうなんかね難しい。お戻ってきました。すみませんお待たせいたしました。楽しくお話ししちゃった、給食の話なんかもして。あじゃあちょっとそうそう、さっきまでブロマイドの話をしていたのでブロマイドの方にもね戻りたいと思いますが、今回はあけびちゃんがお父さんと楽しく会話をしている場面がブロマイドになりましたよ。すっごく可愛いんですが、ブロマイドは前は絵柄が違いますので楽しみにしていてください。詳細は公式ツイッターをご確認ください。ただまだこれから見るよアニメ見るよという方もいらっしゃると思いますので、感想をご投稿いただく際のネタバレにはご配慮いただけますと、もう詳しくも確認なくて、あそこのシーンが良かったなというふうにしていただくと嬉しいです。放送前にツイッタースペース、あけびちゃんのスペースを配信、そして放送後に YouTube ライブ、あけびちゃんのミニライブを今お届けしております。深夜なのに皆さんご視聴ありがとうございます。すごい500人もの方が見てくださってる、すごい。一緒にこうやって語りましょうね、たくさん感想を。ということで2回目の YouTube ライブですが、ちょっと慣れたんですかね、まあ、緊張してますよ。緊張してるからこうやってもう人を見て安心感を得て一人じゃないってたくさん見守ってくださってる方がいる、コメントもくださってる方がいることにね私は安心感を覚えていますので、皆さんたくさん両方の手でやってるので皆さんお願いします、コメントたくさん。すごい楽しい、皆さんのコメントもそうどんどん拾っていきたいと思いますので、たくさんコメントお願いしますね。ということで早速、先ほど最速放送が終了したあけびちゃん第2話についてお話ししていこうかなと思いますが、前回同様こちらに第2話のアフレコ台本がございます。ちょっとね、ちょっと待ってくださいね。じゃじゃん、うわー、はい、表紙にも使われている放送前に公式ツイッターで公開されていた黒木みゆき監督直筆のイラスト&コメントはもうご覧いただきましたか。あーかわいい。学園生活のスタート、友達いっぱいできるかなということで、給食班の4人がねこうやってもうなんか可愛くワイワイしているもうイラストなんですが、もうめちゃめちゃかわいい。みんなそれぞれ表情がもう個性的だし可愛いし、すごいもうテンション上がっててね、可愛いですね。早速あさってね、早速今日の放送について話してもいこうかなと思うんですが、場面カットも用意してくださっているので早速見ていきましょうか。まずこちらどうぞ。あらー、これはねちょっと給食班の3人が小道ちゃんを呼んでくださってるシーンですね。このね歯ブラシの後ちょっと駆け寄ってみんなお待たせみたいに行く小道ちゃんがまた可愛いし、このみんなが待ってくれてるのもまた可愛いし、ほのぼのもう最強シーンですよ。でもあらって言ってる、お皆さんやっぱり歓声がすごいですね。いいよね、やっぱり友達とのこの関わりがいいんですよね。すごいめちゃめちゃマニアック、給食鍋のステンレス感の作画がすごかった、すごい、そこね確かにすごかったけどすごい、いやすごいんですよ。なんかスタッフさんと話してたのが、木の作画がすごい、床の作画っていうんですか、あれめちゃめちゃリアルですごいね。カップおじとかハンゴートで給食食べてる感じ懐かしい。そうなんですよね、懐かしいわ。あーそうね、トウコちゃんがちょっとスカートの丈短めだったりとかするのかな、そういうキャラクター性もね可愛いですね。では続いてこちらのカットもいいですか、見ていきましょうかね。佐藤のカットなんですけど、おーかっこいい、シュキってなっちゃうこんな父さんシュキよ、ちょっとこれ本当にもう私もお父さんとも緊張しちゃう、話せないかっこよすぎる、渋すぎるもんだって。しかもちょっと何人か行けないって、なんか多分お父さんは仕事帰りに多分ネクタイとかも外してスーツも脱いで、だからこそのちょっとあの空いてるシャツのボタンが家感があって、
なんかお父さんかっけーってなりましたね。かっこいい。あ、そうなんです。それちょっともう鼻の下伸びちゃってたから大丈夫かな。もうめちゃめちゃ かわいいしほのぼのだしかっこいい場面カットでしたよ。何の仕事してるか気になるねということで、まあね、実は私は知っているんですが今後出てくるんですかね。原作の方とかでも出てくるかもしれないので皆さんお楽しみに。どうなるか分かりませんが、すごい私が今勝手に言ったのでなかったことにしてくださいということでね。まあすごい素敵な家族なんですけど、そう、イケオジすぎる。そうそうそう。ということで第2話からね、いよいよエリカちゃん以外にもクラスメートが登場しましたが、そう、私あの1話の時はソラさんとあと久野さんと一緒にアフレコさせていただいて、ついに第2話からはあのあかりんさんとも一緒に収録させていただくことになったんですけど、すごいあの休憩時間ですか、アフレコの休憩時間にさっきも言いましたけど私のリップオンだったんですけど、あのリップクリームのシーンが、あそこのリップオンがなかなかできず、そらさんとあかりんさんにいいリップオンの出し方教えてくださいって言ってめちゃめちゃずっとリップオンを練習していました。すごい、でもこうやったらいいよとか、ちょっとなんか軽い感じはこう出すよとかすごい教えてくださってめちゃめちゃ楽しかった、嬉しかった、ありがたかった。あとそっか、第2話の時におせんべいの差し入れをいただいたんですけど、なんかいろんな味が入ってるおせんべいで、みんなでどの順番でみんな食べるとかどの味が好きみたいなね、そういうほのぼのしたお話もしました。楽しかったな。そしてなんかまあこんな風に私の話もしてきましたが、皆さんのね第2話でも気になったシーンとか印象に残ったシーンも聞いていきたいなと思います。コメントしてください、お願いします。立法のシーン良かった、ありがとうございます。そう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 、立法の実演を、うん、ま濃いな、濃い、濃いな、うん、まちょっとここでやっぱり実写でやるとこれぐらいがいいかもしれない実写に合わせるとこういう立法になっちゃうので、はいそうそうそう、あーさ、フルグでもすごい楽しかったです。あ、そうですね、第2話の始まりはいきなりミキちゃんのね CM だったんですけど、すごい爽快に走ってて、え、気づきました、あのミキちゃんの CM のあの構図と小道がね学校が終わった後走ってる構図がめちゃめちゃ一緒で、なんか憧れのミキちゃんをねちょっと思い出させるような、そんなので私はちょっとキュンとしました。あ、ホタルちゃん可愛かったですよね、もう本当ホタルちゃんが想像以上にちっこかった。そう、もうあんなんもういっぱい襲いたくなるに決まってるじゃん。そうそう、正直全部、うわ、まあそう選べないですよね、もう全部いいんですけどね、いいんだけどな。あ、すごい、あ、下校シーンでクラスメートの名前呼びながら帰るとこ、あそこもいいですよね。もうだってすごい綺麗だし、また景色が綺麗だし、小道ちゃんにとっては多分そのねキャラクターじゃない、あのクラスメートの名前を呼べること自体がすごい幸せなんだっていうのをねもう実感する、それがもう本当に素敵でした。ということで、まあ皆さんともお話してきましたが、今回ついにですよ皆さん、オープニングアニメーションが初披露となりました。ありがとうございます。オープニングテーマはあけびちゃんとクラスメートたち総勢16名、狼狽学園中等部1年3組による始まりの刹那ということで、映像としてはこちら第2話で初披露でございました。これから見るよという方もいらっしゃると思いますが、ぜひご注目ください。ちょっと興奮しちゃったんでお水飲みます。そう、どうでしたか皆さん、すごい綺麗でしたよねオープニング。もうなんかちょっとイラストがこうやって変わっていく感じとかもうすごい綺麗だったし、あとなんといってもやっぱり絶対皆さん共感していただけるのは、あのお花畑でね小道ちゃんが寝転んで歌詞に合わせて好きとつぶやくし、あれなんて言ってるか分かんないけど多分好きと言ってるのではないかもう声にならない、やばすぎて、もう唇のもうそれこそあそこも唇の肉感がすごかった。もう好き言うたら震えてたもん唇、好きブルン、かわいい、よかったですね。そうね、あとやっぱりオープニング、そう
そうなんですよ、オープニング16人で歌ってるんですよ。そう、やっぱりみんなやっぱりびっくりですよね、16人で歌ってて。なんかそれこそ私も収録あのレコーディングした時は自分一人でのレコーディングで、その前にソラさんがレコーディングしてたので、それを聞きながらではあったんですけど、最終的にどういう形になるのかというのは想像でしかできてなかったので、もうね、先ほどもう本当にそれこそフル聞かせていただいて、いやもういいんだよな、これがまたもう本当一曲通してすごい世界観が本当に綺麗だし、あとこのパートは誰と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 誰が歌ってるんだろうみたいな聞き分けも楽しいし、あこの人たちがこういう組み合わせで歌うのねみたいなのもあると、なんかもう勝手に妄想が膨らんじゃう、どういう関係があったのかなとかね。オープニング無限に聞きたい。そうですよね、あそうそうそう、オープニングはみんなで歌ってるからこそあの人が歌ってると思うパートが分かって楽しかった。そうなんですよね、パート分けもすごい気になるわ。私もパート分けすごい気になるね。聞き分けましょう。フルが聞きたい。フルね、本当にいい曲なんですよ。ちゃんと中学生っぽいのがすごいで、そうですね、やっぱり16人で歌っても中等部なんでね、オタクの絶対音感が試されるやばいやばい、皆さん試していきましょう絶対音感すごい良かったな、素敵な、そうそうそう、イエーイ、あれ青春って感じがすごい、そう青春って感じがすごい、サビ前の重なるところかっこいい。そうね、みんなでそれの前はパートで歌ってて、もうサビになってみんなでパーってなるところがすごく良きですね。始まりの刹那青春全開って感じでめっちゃいい。そうわかる、それなすごい16人の聞き分けとか声優ソムリエやんって確かにソムリエ、そうそうそう、いやもうそれぐらいいきましょう、もう検定取れる感じに。そう歌詞もいいんですよね限界オタが感想言ってる配信じゃないですよ。でもそうかもしれない、皆さんと感想語り合う配信になってるかも。だってダメ絶対音感なら任せろって声優ソムリエ、そうそういいですね。ということでここからはお知らせコーナーに行きましょうか。まずはテレビアニメあけびちゃんのセーラー服ブルーレイ&DVD 全6巻の発売が決定しております。第1巻は4月27日に発売です。完全生産限定版特典として原作ヒロ先生書き下ろしの全巻収納ボックス、書き下ろしジャケット、特製ブックレット、特典 CD、 特典映像、各はオーディオコメンタリーと豪華な特典付きとなっております。ヒロ先生書き下ろしの全巻収納ボックスのサンプルイメージも公開されておりますよ、ということで素敵、ほんと何度見ても可愛いし素敵だわ、いいですね、かおちゃんも可愛い、あすごいすごいアップで、ちょっとそんな映さないでめちゃめちゃもう画面すごい、ここに画面があるんですけどめちゃめちゃ近くで見ちゃった、素敵ですね。第2巻以降の発売情報や店舗購入特典など詳細は公式サイトをご覧ください。また続報をお待ちいただけると幸いですよ。そして配信情報です。 D アニメストアにてつい先ほどですね、25時から第2話の最速配信がスタートいたしました。その他配信プラットフォームでは1月18日火曜日の正午12時より順次配信開始となります。詳細は公式サイトをご確認ください。テレビ放送でご覧いただいた方も見逃しちゃったよという方もご利用のサービスで何度でもご視聴くださいね。また MBS にてこの後26時8分より放送開始となっております。さらに日付変わって1月9日日曜日には23時から BS 朝日での放送となります。全国どこでもご覧いただけますのでぜひご覧ください。そして原作ヒロ先生による初のイラスト集、ヒロイラスト集あけびちゃんまでの足跡が1月19日水曜日に発売となります。もうすぐだ、うわーい。こちらのイラスト集には200点以上にわたるアートワークが一挙に掲載されています。そしてヒロ先生のロングインタビューや書き下ろしの表紙カバーのイラストメイキングも収録されているとのことで、
非常に楽しみですね。ということでね、なんと SNS で公開されてきた作品も掲載ということで、ヒロ先生のツイッターやイラストについてのコメントも私がしていこうかと思うんですけど、すごい、見ました？皆さん新年明けましてのあの小道ちゃんの虎かぶったイラスト、めちゃめちゃ可愛かった。すごい可愛かったんです。そう、楽しみすぎてやばい。そうね、イラスト集もちろん買いました。すごい、ありがとうございます。そうそうそう、イラスト集届くの楽しみ。そうね、あ、絶対か。そうですね、ということでなんとですね、まあ、お話ししてるんですけど、こちらになんと現物のイラスト集をご用意いただきました。表紙4分の1見せるって書いてある。どこがいいかな。まずちょっと、ここじゃダメですもんね。ここは、ここかな、ここかな。あ、こっち、あ、表で俺見せちゃっていいんですか。表、表だけ、ね、表だけ。じゃあこんな感じになってます。早い。うわー、こんな表紙になっておりますよ、ということで。あ、やばい、裏見えちゃう、裏見えちゃう、裏見えちゃう、やばい。ちょっとね、私がもう、あ、やばい。ちょっと一人でね、早速見ていこうかなと思うんですけど、この絵もいい、あ、いいですね。いいな。あ、この絵も入る。あ、こんなのも入っちゃうんだ。なるほど。これはもう皆さん必見でございますよ。で、まあね、私だけが楽しんでもね、ちょっとまあね、皆さんちょっとずるいぞってなっちゃうと思うので、皆さんにもね、ちょっとだけですよ、見せていこうかなと思いますよ。まずこちら、素敵。それこそ1話と2話、アニメのね、1枚になっていたところ、素敵だわ。もうこの大きさで見れるから、もうほんと素敵。もう線が見えるもん、眉毛の一本一本まで見えますよ皆さん。では続きまして、こっちかな、これかな。あー、いいですね。こちら、じゃーん、いい、かわいい。この髪の毛がグラデーションみたいになってるのもすごい素敵。光が当たってるのかなとかね、かわいい。足の裏も、しかも何、くるぶしのシワまで見えた、かわいい。では続きまして、こっちか、あー、めくれない。こんなのもあるんですよ皆さん。大きい一枚絵以外にも、ちっちゃくだけど、その可愛い、なんか動きを感じるイラストとかもあって、可愛いですね。そして最後、しっかり目に焼き付けて、なんとクラスメートの、他のクラスメートの私服写真、可愛い。あ、こんな洋服を着るのねとか、寮ではこんな生活するのねとかいうのもちょっとね、垣間見れちゃいます。ということで、このね、そうなんです、実際のイラスト集をこうやって映像でお見せするのって初めてなんですよ皆さん。どうですか、応募得しちゃいましたね、すごいわ。570名の方ありがとうございます。いち早くご覧いただいた皆さんも、もう予約したという方も多いと思いますが、いよいよ来週1月19日発売ですので、ぜひお手に取ってみてくださいね。本当に大ボリュームなので、皆さん楽しんでいただけるかなと思います。これは買わねば、早く欲しい。そう、本当に私もさっき控え室でずっと読んでました。めちゃめちゃ綺麗ずるいって、もうありがとうございます。ちょっと早めにね、見させていただきましたよ。ぜひね、皆さんも一緒にお手に取っていただければなと思います。そう、可愛いが詰まってるイラスト集なんですよ。得しちゃったって、可愛いですね。来週待ち遠しい。そう、本当にもうすぐ来週だから、皆さんこれもね、見ながらあきびちゃんのね、アニメ放送とかも楽しんでいただけたらなと思いますウルトラ欲しい、羨ましい、ありがとうございます、ひひひひひ。いいですね、皆さんコメントありがとうございます。こっちを見ていこうかな。すごい反応がただのファンなんよ。そうだよ、だってすごく素敵な作品なんですよこれ。もうファンにもなっちゃう、素敵だわ。ということでね、
こちらの YouTube ライブの放送もそろそろ終了のお時間となりました。2週連続で Twitter スペース、そしてこの YouTube ライブとお送りしてきましたが、次回の配信予定は今後のお知らせをお待ちくださいということで、そう原作を忠実にアニメ化してるんだな、原作もアニメもどっちもすごすぎる、そう本当に2つなんか忠実なんですけど違う本当に魅力もあって楽しみもできるので見てほしいな。あ、Dアニメもうすぐ来週だから、それはそうもうすぐ来週ですよ。早い、あっという間だった、本当早かった。でも皆さんとね楽しかった、こうやってできてありがとう。先週に引き続きこちらこそありがとうございました。すごいなんか慣れてきましたね、両方で こっち見ながら更新してみたらすごい、今来たばっかりって来週、あ先週もやってませんでした、もう嘘つき、すごい、そうね、あいいですね、来週も楽しみですね、アニメ。そっか、もう来月はバレンタインなんだ、早い、この間クリスマスでしたよね、早い、でもこの間クリスマスでもこの間年を越したのにもうバレンタイン、はあ、楽しかったですねクリスマス実はあのここに今隣にいてくださってるスタッフさんと一緒にケーキ食べましたそうケーキを食べて美味しかったですね、あのケーキ実は551も食べましたよね、美味しかった、大阪満喫、大阪満喫しちゃって、しかもしっかりちゃんと夕飯の後に食べましたよね食べ過ぎたんですでも別腹でしたね、あれ別腹でした、甘いものも別腹だし、ケーキ2個食べましただって1個食べて多分ちょっと多めに買ってきてくださっててあってなんか食べてて、まだ食べていいですか、まだ食べていいですかほぼ私が食べちゃった美味しかったし楽しかった、そうまた食べ物の話、そう、まあ、まあまあちょっとそういうの好きなんでねでマネージャーさんもいるんですけど、マネージャーさんも一緒に食べました仲良くみんなで楽しくクリスマスをキスしてましたということで最後に来週1月22日土曜日24時30分から放送開始となる第3話の次回予告やあらすじは1月19日水曜日の18時に公開予定ですので、公式サイトやツイッターをチェックしてくださいね。ということで皆さんたくさんコメントありがとうございます、本当にありがとうございます、あ嬉しいですね、たくさんコメント、後でこの後ちょっと更新しつつじっくり読みたいなと思います。ということで以上、あけびこみち役の村上真夏でした。ご視聴ありがとうございました。また明日。